はい、富士山系ビジネス大賞を受賞しました滝川高等学校鉄道研究部の皆さんです。おめでとうございます。皆さんの作品はどちらでしょうか。こちらですか。はい、はい、こちらのタイトルは52年の積み重ねとなっております。はい、その、見どころなど教えていただけますでしょうか。建物などの作り込みを力を入れまして、はい、でさらにライトを入れて、はい、中は内部を見やすいように工夫しております。はい、作り込まれていますね。はい、はい、これは、大阪の弁天町という駅を作りまして、要は鉄道交通科学博物館なんですね。の、がこちらになるわけですね。はい、今年の4月の25日に、はい、閉館しましたので、はい、それは今までありがとうという気持ちを込めて作らせていただきました。はい、よく作り込まれております。はい、では受賞の、喜びの言葉を、どうぞ。はい、おめでとうございます。皆さんおめでとうございました。ありがとうございました。